番号1233。お前ら、たるんでるんじゃないのか。さあ、イエサー。さあ、イエサー。バイクに乗っているか。さあ、ノーサー。イエサー。チームを愛しているか。さあ、ノーサー。イエサー。ストイックに行っているか。さあ、ノーサー。イエサー。自転車もいいぞ。さあ、ノーサー。イエサー。で、なんなんですか。ふむ、またチャンネルが低迷。さあ、イエサー。キャサリンさん、うるさいです。今こそ、一つのシンボルのもと、我らチーム CB ファンクが一丸となるとき。さあ、イエサー。で、釣られてしまった。そこで、みんなにこのステッカーを配布。え、なに？これ、イマシさんのステッカー。はははははい、イマシさん、ああ、我らのサポーターだ。そうなんですか。このステッカーをヘルメットに貼ること。お、いい感じじゃないですか。光栄です。あと、空気清浄機に漏れなく貼ること。いや、それは、空気清浄機だったら、くだらない。そんなに挽回したいのか。さあ、ノーサー。キャサリンさん、静かに。まあ、僕のステッカーがあれば、絶対無理。ええー。っていうか、誰だ？こんちゃ、イマシ休暇チャンネルの、イマシです。っていうか忘れたんですか？全くもって記憶にない。それより、数字が欲しいんだろう？あ、はい。そうですが。ちゃんとマーケティング調査した結果、このチャンネルにないのは、こういうものだ。あ、これは、さ、言えた。なかなか大胆なことしますね。最近以上に熱いし。そうそう、イマシさんのステッカーですが、ご本人に遭遇すればもらえますよ。説明欄にリンク貼っておけ。そうですね、チャンネルリンクと、イマシさんの Twitter アカウントの URL を記載しますね。ぜひチャンネルも見に行ってくれ。さて今回の舞台は、南信州の花桃街道です。馬50方面から伊賀へ抜けるルートだ。いつもはそうですが、今回はお蕎麦を食べた後、秋村方面から妻五宿へ抜けます。逆ルートだな。それでは、ツーリングスタートです。蕎麦とソフトクリームが楽しみ。たくさん食べてください。スペモンとやらにおごらせる。問題ございません。キズナあかりです。ニャンパス。このメンバーも久しぶりだね。にゃにゃ。確か、前回、イエモンさん、にゃ、が、バイク乗り換えたんだよね。にゃ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 。ま、興味ないけどね。ニャンパス。で、どうしたの？どこかみんなで行くの？ニャンパス。わかったわ。綺麗な景色を見せてね。ニャンパス。ご覧ください。な。蕎麦美味しかったですね。ツーリングと言ったら蕎麦だな。お腹いっぱいになったので、ゆっくり行きましょう。今回は、ちょっと遠慮して食べたぞ。スペモンさん大丈夫かな？大丈夫なわけない。やっぱりですか。そろそろやばい感じですか。一度のツーリングで、ヘルメットを2個購入している計算だ。それはまた。まあ、心ちゃんは大食いですから。そのレベルを超えているような、でも思い出はプライスレス。そうなんだ。大丈夫か、この人、このために働いているのさ。おいおい、さあ、楽しみましょうぞ。綺麗なお花が咲いているね。ニャンパス。さて、ちょっと、メンバーのバイク紹介をします。なあ。まずは、リーダーのステモンさん。ニャンパス。ガチガチのカスタムモンキーです。にゃ。注目度ナンバーワンですね。にゃにゃ。続いて、イエモンさんの GB350S。にゃにゃにゃ。今人気のバイクですね。にゃ。で、ご存知、シャローファントム以上です。にゃ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 。伊賀谷から木曽谷を結ぶこの街道は、にゃ。国道沿いに花桃が植えられています。にゃんパス。絶好のツーリングルートです。にゃんパス。行きましょう。
綺麗ですね。移動移動、この辺でいいかな。駐車場所に困らなくていいな。本当ですよね。よし、モンキー撮影会だ。そうなんだ、モンキーの撮影なんだ。花の最盛期は5月ですね。ふーん、それ以外は？緑豊かな道？お前消されるぞ。嫌です。スペモンに主役奪われているし。いつもの自分のバイクと違うから新鮮。なな。バイクは楽しい。あ、言えた。どうした。いや、言わせてたのスペモンさんですよ。冒頭のあれ、何だったんですか。なんか勢いっていうか、なんか計画性ないんだ。少子、バイクのリタルモノ。あ、もういいです。また次回にお預けします。ちょっと。今回はここまでです。気持ちよさそうな街道ですね。それではまたお会いしましょう。さようなら。